なんかだって普通にレッスンとかだとね、どっちかなんか誰かが仕切んなきゃみたいな、どっちかの家が仕切んなきゃみたいになるもんね。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様です。お疲れ様です。猫じ。そんな、ひそひそ話、ひそびそ、ひそびそ寝起きドッキリ、寝起きドッキリみたいな声で。今の猫じは、ちょっと、はい、っとあの徳島、あの僕、地元に帰省しておりまして、はい、妹が、結婚することになりまして、あの両家の顔合わせということでビジネスホテルに宿泊しておりますので、こういうボリュームでやっていこうかなと。ビジネスホテルなのね。そうビジホテル、はい、徳島いいな。ちょ今日本当に顔合わせで、はいはいはい、あもう顔してきたんですか。してきました、してきました。どうなの、そうなんか俺そんなしたことないからあれですけど、うん、なんか結婚式場でもう顔合わせとか本来は多分本人たちでやるんですけど、うんうん、結婚式場がその顔合わせまでもこうサポートしてくれるみたいな感じだったから、プログラムがすごいあって、顔合わせプログラムってあるの、なんか1から8まであって、1初めの挨拶、2両家紹介、3乾杯で顔合わせに、4会食会談歓談みたいな。何それ、そんなのあんの。そうオールインパッケージみたいな感じなんでしょうね。俺なんか普通になんかそうそう、どっか店レストランみたいなところとか、そうなんかね、普通にあこんにちはみたいな、初めましてみたいな感じだった。あですです、いや僕も初めてでした。へえ、結婚式場そんなのやってくれるんだ。結婚式でそうなんですよ、式場で顔合わせできる施設があって。へえ、そんななんだ今。すごかったですね。まあ逆にいいですよね、誰が仕切るとかなくていいですね。ああそうですね。なんか結構レッスンとかとね、どっちかなんか誰かが仕切んなきゃみたいな、どっちかの家が仕切んなきゃみたいになるもんね。そうです。なんかちゃんと係の人はいるんで。結婚式のそのプランに入ってるんだ。プランに入ってるんですよ。全体で何時間ぐらい全体は。いやそれが12時から始まって、うん、2時間ぐらいあったかな。2、3時間、そうです。結構長かったですね。はい、あいや今。見たら3時間半。いやその後に、うん、その実際の当日、結婚式当日の式場の見学とかもセットでついてて、へえ、記念撮影とか、うんうんうん、顔合わせ記念撮影みたいな。へえ、めっちゃ面白い。すごいな、めっちゃ写真撮るやんって思いながら。確かに確かに。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よければチャンネル登録お願いします。